皆さんこんにちは、東京ビーガンガールのみゆです。はい、今日の動画なんですが、6月15日の夜に環境活動家の谷口隆久さんとインスタグラムでコラボライブを行ったんですが、その内容が今が地球の分かれ道というトピックで、とてもとても重要で皆さんにシェアしたいというふうに思うことばかりだったので、特に伝えたいなと思ったところを厳選してコンパクトにまとめてみました。目次の方に何を喋っているかっていうところを書いてあるはずなので、よかったら気になるところをクリックして見てみてください。ということで、今日もよかったら最後まで見ていてください。こんばんは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は環境活動家の谷口隆久さんとコラボでライブしたいと思います。久しぶり。お久しぶりですね。言うて1週間前ぐらいにお電話してましたけど。今東京は頑張ってください。お話し会満員なんでしたっけ、今週末のやつは。満員みたいな。ありがたいな。なんか結構どこのお話し会も満員になってきてる。だいぶありがたい。嬉しいな。ありがとうございます。皆さんどこかでお会いしましょう今日あれやな。はい、今日は、うん、今は地球の分かれ道ということで、劇的に改善した地球環境で今起きていること、過去に環境が改善された時に起きたこと、 EU が宣言する環境保護をむしろ原動力にした経済成長、うん、って感じで、久佐さんからいろいろお話を聞きつつ、私も拙い知識でおしゃべりしようと思います。なんか世界中でむっちゃ環境改善されてるらしいな、やっぱり。うん、やっぱりそうですね。経済活動止まったから、だいぶ CO2 の量は減ったりとか、大気汚染改善されてたりとか、インドで1990年から見られてなかった動物が街中現れたみたいな、うん、見たこともないような、こんな長いのが。え、それ見てない。何、ヘビ？いや、ヘビじゃないですよ。なんか四足歩行の動物あったんですけど。へえ、こんな動物いたのみたいな動物が街降りてきてたりとか、うん、すごいな。なんかタイも浅瀬の海に普通にジュゴンらしいで、ジュゴンってめちゃめちゃレアで、絶対水族館でしか見られないやつやのさ、今どれ、うんうんうん、普通に海の浅瀬にジュゴンが群れでおったりとか、あとなんか日本でもありえへんとこに鹿とか熊とかイノシシとか出るようになってるよね。今まで人間が普通に外に出てたところに来てなかった動物たちがね、どん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 ね、逃げ帰ってこられて、すごいね、してましたね。気候変動の話をさせてもらってるやんか、俺ずっと。はい。で、本当にまずいとこまで来てて、気候変動って。このまま行くとね、あと50年で3分の1の場所は住めなくなるっていうふうなこととかが先月発表されたりとかっていうまずい中で、じゃあどうやって止めるのって、やっぱ CO2 の排出削減っていう話になるやんか。で、CO2 の削減になんねんけど、じゃあどれぐらい減らしたらいいのって言われてたかというと、10年後までに半分って言ってて、だから計算で言うと、1年で 7.6% ずつ減らせばいけるっていうふうに言われててやんか。でもその減らそうって言い出したのって、まあ、結構前やけど、ほんまに減らそうって言い出したのはあっこやん、あの京都議定書って言葉聞いたことあるやろ、はい、あれが1990年代やん。あっこでもみんなで世界で減らそうって約束したのに、20年以上減らしたことがなくて、ずっと増やし続けてきて、でほんまにもうまずいとこまで来てもうたから、うん、ほんまにここから 7.6% は減らさなあかんって言われて、でもこの 7.6% もかなり絶望的というか、難しい数字ちゃうって言われた中で、コロナで今 17% ぐらい減ってんな。そんなに減ったんですか。目標の倍以上減ってんね、全然。すごい。そやねん、そんだけ減ってて、めちゃくちゃ誰も成し遂げられなかったことを。そうやで、グレタさんも無理やったし、デカプリオさんも無理やったし、オバマさんも無理やったし、誰もできへんかったことをこのコロナはやってのけたっていう。大気汚染といい CO2 といい、まあコロナに関してはさ、ほんまに世界中でも40何万人死んではるから、あのなんかいいことやっていうふうには口が裂けても言われるんだけど、その CO2 が減ってるってこと自体は事実はいいことで、環境に関しては、はい、問題なのは、最近めちゃめちゃ環境が改善された都市があんねんか、近々、近年で、はい、それいつやと思う。経済が急激に悪くなった時ですか。いつやと思う。最近、最近つうか、まあ近年。リーマンショックとかですか？そう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 。リーマンショックの時に、その前の年と比べて、二酸化炭素が逆に排出量が減ったのって、最近で言うとリーマンショックだけやねんか。で、じゃあ、この100年間ぐらいの間で、一番二酸化炭素の排出量が、その前の年より減った年っていつやと思う？年というか、何があった時やと思う？なんだろう。第二次世界大戦やな。でも第二次世界大戦の時の2倍ぐらい減ってる、今年は。今回。うん。もうすごいね。この100年、断トツ1やね、減り方。でもその、すごい、それだけはいいニュースやねんけど、はい、気をつけなあかんのは、じゃあ逆にさ、この100年の中で、一番その前の年に比べて、CO2 の排出量が増えた年っていつやと思う？
世界大戦の直後ですか？そこじゃないな。でも考え方は一緒。リーマンショックの翌年やね。リーマンショックの翌年に一番増えてんねやんか。リーマンショックでゴッて減って、その次の年にふわーって増えてんねやんか。今コロナでふわー減ってるから、これを取り返そうとしてやってもうたら、もうここ100年でありえへん量の増加を来年見せる可能性があるかな。わ、それめちゃくちゃ怖いですね。それやな。今多分一番俺らが気づかなあかんの。で、逆に言うと、今がほんまに地球の分かれ道ってこう、物騒なっていうか、大げさなタイトルで今日やってるけどさ、逆にそう、本当に分かれ道ですね。7.6%減らせばまだいけるっていう、あと7年6ヶ月で1.5度未満に地球の温度上昇を抑えなあかんって言われてる中で、このままいくとあと7年6ヶ月でもう1.5度上がる分の二酸化炭素出しちゃうから、7.6%ずつ減らそうって言ってて、でもむずそうみたいな話の中で、17%っていう、もう2倍以上減らすことができて、このペースは保てなくても、戻し方をな、もっと緩やかにすれば、すごく、やっと急ブレーキが踏めて、ちょっとこう、急ブレーキはさすがにいっぱい怪我人が出たから、ちょっとその減速ぐらいに戻すってことをやれば、本当になんとかこう、子供たちに生きていける地球を残せるような、希望が見えるような出来事やったのに、もうちょっと自粛しんどいとか、経済が停滞したとか、なんか株価がどうこうとか、そういう大人の都合で、また元に戻そうということを、リーマンショックの時と同じことをするんであれば、もう取り返しつかんくなるわな。だからほんまに今分かれ道やね。今年来ねえな。完全に今い年来ねえやー、勝負。怖い。でも希望なのはさ、リーマンショックで一回やってもうてるから、やったっていう実績があるから、俺も今こんな話ができるやんか。だから過去から学べる生き物やから、人間って。だから、それがすごい希望やなと思う。一回リーマンショックの時にあれやってもうたから、同じのやったらやばいよねっていうことをできる生き物やと思ってるから、人間っていうのは。そうですね。すごい大事やねんな。で、中国なんかはさ、ああいうノリやから、せっかく大気汚染がな、世界で一番ぐらいに改善されたのに、ロックダウンやめて経済元通りにしたらコロナの前よりもうすでに汚くなってるから。でも逆にリーマンショックと同じことを繰り返したあかんよね言うて、ヨーロッパとかはすごい今グリーン回復っていう回復戦略にサインしててさ。で、この戦略の中身を俺も見て、なんか俺も結構勘違いしてたなと思って。なんかさ、環境保護と経済成長ってなんか喧嘩する気せえへん。しますね。やんな。喧嘩すると思ってたから、環境保護のためやったら経済を妥協しないといけないのかなっていうふうに俺も思ってて、でも EU が今回15カ国が署名したグリーン回復っていう戦略の中見たら、環境保護こそが経済成長の原動力って書いてあって、環境保護を原動力にむしろ、そのアメリカとか日本とか中国よりも経済を成長させていくって書いてるやんか。これ、すごいことやなと思って。でもめちゃめちゃ冷静に考えたらさ、まあ経済成長って話がややこしいけど、例えばじゃあ仕事がない人がいるやん、失業者。仕事を生み出さなきゃいけないですと。で、今例えば気候変動を止めるためにやらなきゃいけないこととして、再エネの促進とかがあるやん。じゃあ再エネの促進じゃ太陽光の技術とか風力発電の会社とか水力発電とかっていう話になった時に、それに今あるものを移行させていこうとした時に、その分野に仕事が生まれるのは、至極当たり前の話やんな。そうですね、確かに。で、あとは6つ戦略があんねんけど、再エネへの移行と、自動車も全部電気自動車にしようって言ってるから、でも全部ガソリンじゃなくて電気自動車ってものが新しく売れるようになって、で、電気の充電スタンドみたいなビジネスができていくやんか。で、建物もどんどん改築リノベしようってなってて、暖房とか冷房をつけると環境に悪いから、断熱材やな、平たく言うと。断熱材がしっかり壁に入ってると、外がいくら暑くても寒くても、室内は割と適温に保たれるから、こういうリノベっていうのがめちゃめちゃ流行ってたり、助成金が出たり、実は日本でも出てるよな、これ、助成あ、金。そうなんですか。断熱材を使ったリノベに対する助成金ってめちゃめちゃ高くなって実は出てんねんけど、あとはその生物が絶滅に向かってるから、100万種類の生物が今絶滅の危機にあるって去年発表されたけど、特にミツバチがいなくなるとやばいっていうやんか、ミツバチがいなくなると7割ぐらい食べ物がなくなるから、受粉を手伝うからさ。そういうのを回復させるために、養蜂家っていうミツバチを保護するようなお仕事もすごい増えてるし、シンプルに、なんか環境保護と経済成長って喧嘩しやんねんなっていうのを、冷静に考えたらそりゃそうやんな。経済成長自体が、成長はともかく経済自体が悪というよりは、やり方を間違ってるというか、石炭でバンバン稼ごうっていうのを、めっちゃ言い方悪いけど、水力でバンバン稼ごう、水力発電でバンバン稼ごうって言ってるのと変わらへんよね。だから、結局必要なのは変化やな。方向性の話やな。矢印の長さじゃなくて。
なるほど。なんかここから絶対俺らの一個一個の選択がすごく重要になってくるでな。そうです中国ね。はもう元に戻ってもうたやんか、今んとこ。はい。で、ヨーロッパはもうこれがもう一気にもう産業の色を塗り替えるチャンスやから、環境に負荷を与えへん形で、でも経済を成長させるって言ってて、じゃあ日本は、の俺たちは何ができるかというと、やっぱり今回のコロナですごいこれがチャンスやから、これからはもうほんまに元通りじゃなくて変革の時代やから、環境に負荷をかけない形で復活しようよって言ってる人も日本でどんどん増えてんねやんか。だからそういう人たちを応援するってことやな。この間なんかみゆちゃんも言ってたけど、何やったっけ、ハチドリ電気やったっけ？そうですね。はい。あそ八こ鳥電は、力さん。再エネを推進してる上に、あそこの電気に切り替えると1%は NPO に。NGO、そうですね。NPO に寄付される。で、こういうふうにこう、インスタでね、こういうライブを見てくれてはる人も、多分こう、環境問題に関心は向いてるけど、何をしていいかわからんかったりとか、今お話しした中で CO2 を世界で一番出してるものって結局石炭やから、こういう問題に関心向いてる人でも家の電気を実は石炭発電で、作ってる電気事業者さん、発電会社から買ったりしてて、それをオンラインでさ、この間、みゆちゃんが紹介してくれてた再エネの会社にパッて切り替えれるってことを知らなかったりするわけやんか。で、一昔前は再エネが高いものっていうイメージがあったけど、今は一番再エネが安い、石炭とかそう原なん発、ですよ。今安いからさ、安いやろ？びっくりしたんですよ、私。シミュレーこシれョン安すい。るまで絶対高くなるって思ってて、いやー、どうしようかなって思ってたんですけど、ちゃんと安くなって、しかもその上、ね、1%寄付もできるし、素晴らしいと思って。安くなるのはでかいよな。それなんかがそれ絶こ対そに。さっきストーリーに載せたんですけど、この間の久さんとのライブでも見てた通り、みずほ、三菱 UFJ と三井住友が、石炭の発電所作りに投資しちゃってるから、そこにやめてもらおうって言おうっていう署名活動が今あるみたいで、それが6月21日までかな、やってるんですって。で、私ストーリーに載せたんで、そこから署名送るだけでも一つのアクションにもなるだろうし、それこそみずほはもうやめたやろ。電気新はや規をめやめたんたでかしたっら、け、みずほ確か。新規をやめたから、現在のやつをどうこうって話かもしれんけど、それが新規をやめるっていう話が、俺も詳しく見てないけど、なんかフェードアウトみたいな話で、即やめるっていう話じゃなかったかもしれん。ちょっと詳しく見な分かそうれへん。ですね。結局今もやっているのであれば。そうやな、このほんまに今地球の分かれ道の中で、ですごい世界の中でも、日本なんて国民もすごい数が少なくて、国土もちっちゃいのに、CO2 排出なんか毎年5位とか6位やんか。この国の俺らがこの国を中国みたいなノリで元に戻すのか、ヨーロッパの後に続けるのかは、ほんまに今俺らのチョイスやなって思う。これほんまに今、俺らがその最中におるから、全然気づいてないというか、そういう印象を持ってないだけで、あと3年、4年、5年とか10年とか、もっと先に行って、次の子供たちの世代になったら、このコロナってやっぱり歴史上でもすごい大きい出来事やったから、その時に俺らがどういう行動をしたかっていうのは、ずっと語り継がれる話になるやろな。そうでしょうね。次の世代から称賛されるか、軽蔑されるかの分かれ道やろな、俺らが。で、ほんまになんかこうな、こういうの人事っぽくなるやん。特に日本の人とか。なんか自分が外から見てるような話し方するやんか。日本は、みたいな。いや、俺らやんっていう。ヨーロッパは、ほんまにヨーロッパの人たちがそれを選んできたし、で、中国は中国の人たちがそれを、まあ、中国は若干民主主義が成り立ってるのかって話はあるけど、ちゃんと投票で政府を選べて、買い物で企業を選べて、主張することでメディアを選べて、預金することで残る銀行を選べる国の政府がやってること、企業がやってること、メディアがやってること、銀行がやってることは、逆に言うと全部俺らが選んだことやんか。ほんまにここ、今年来年の俺らの行動と選択が、この後のこの星の命運を分けるやろうなと思う。その大げさじゃなく。それぐらい今、歴史の転換期によるな。そうですね。チャンスやな、でもな。本当そうですよ。でも今回の、それこそ私もアバウトには分かっていたし、ヴィーガンっていうことでアクションは今までもずっと何年も取ってきてはいたけれど、ここまでしっかりこういう気候危機っていうことについて学べる機会を得られたのも、この自粛期間っていうところで、やっぱ時間が増えたからっていうのもあっただろうし、多分圧倒的にそういうことに目を向ける余裕ができた人が増えたと思うんですよね、この期間で。私の周りもそうだし。だから、それを自分でとどめるんじゃなくて、もう一人でも二人でも大切な人とかに伝えていくってことができていて、
もっと多くの人が知ればやっぱり変わるじゃないですか。うん、本当大きいチャンスですよね。めっちゃチャンスやなと思う。なんでこんなに重要なことに無関心な人が多いのでしょうか。いろいろ理由はあると思うんですけどね。メディアとかも働きすぎとか、単純に歴史のタイミングで今を切り取ったらそうだとか、いろいろ理由はあると思うんですけど、最近めっちゃ思うのは、そこに考えることに時間を費やすよりも、どうやったらみんなに知ってもらえるかの方を考えるのに時間を費やす方が建設的じゃないですかと思う。そうですね。なんでこんなにできひんやろうとかじゃなくて、うん、どうやったらできるようになるんやろうっていうことを考えないと、何の解決にもならんというか、なんでって言い出すとね、はい、多分むちゃくちゃ複雑な理由やから、そういうことに思いを巡らすのも、まあ、意味がないとは思わないですし、そういう疑問が浮かぶのはわかるんですけれども、どちらかというと、じゃあどうしましょうかっていうことを考えたり、それに対して行動する方に俺は時間を使いたいかな。うんうん、私もそうですね。人が普段情報を得ることが難しい、もしくは時間がないっていうことが結構原因なのかなって思うんで、情報をコンパクトにまとめた動画を発信して、それを何だろう、人に勧めてもらうことで多くの人に知ってもらうっていう方法が私にできる最大のことかなって思って。そうやな、そうやってるし、なんかできる理由を探した方ができない理由で悩むよりも絶対いいって。そうやな、皆さんもこの間おっしゃってた気がして。俺もそう思う。俺もそう思って俺が言ってたそうそう、インスパイアされてるので私。人間ってその保守的やからさ、生存本能が一番強い本能やから、うん、はい、やらん理由を探すと100個以上言えんねんな、みんな。もうそういうのいいから、やるって決めようっていう。やるってさっき決めたら、やるかやらんか悩んでる時間がもったいないし、やるって決めたらやり方考えるだけやからな。やってみないとできるかどうかなんか分からへんし。うん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 、まあまあまあ、うん、シンプルな話やけど。で、ほんまにこっからの選択やな。はい、何を選ぶかやな。ほんまね、もうヨーロッパも政府が頑張ってるけど、みんながね、ずっとヨーロッパの人たちが選んできた政治家なんで、うん、日本の政府は僕らがね、代表として選んだ人たちなんで、これまでに選んでもうたことを何とか言うてもしゃあないので、うん、これからちゃんと選びましょう。でもなんかな、時間がないからって言うけど、そのみんな結構、ゲームとか YouTube とかファッションとかなんか好きなことは徹底的に時間使ってたりするやんか。はい。だからなんか、その時間がないとか、もうちょっと言い訳が入ってて、結構優先順位の違いな気はすんだけどな。自分ごととして考えられるだけの知識を得られないのかもしれないですね。普通に生きてたら触れないじゃないですか、そういうものに。あんまり普通にっていう言い方もあんまり良くないかもしれないけど、なんかな、シンプルに、に分からんで、偏見かもしれへんけど、はい、日本の人の優先順位の1位は基本的に8割以上の人はお金な気がする。いや、うん、そう思います私も。なんかヨーロッパと日本がなんでそんな違うんですかって聞かれた時に、うん、それが一番大きいものの一つな気がすんねんな。優先順位の違いで、日本の人はそれがお金やなと思う。うんうんうん、なるほど。イギリス、ミューちゃんも留学してたけどさ、イギリスのホームステイをしてた時にさ、はい、電気を、部屋の電気をつけ忘れてさ、はい、よく日本で同じことやったらおかんにさ、あんたお金も、電気代もったいないやろって言われててんやんか。はい、イギリスで同じことした時に、ホストマザーに、あんた環境に悪いやろって怒られてんな。おぉ。電気をつけっぱなしにするっていう行為で何がもったいないかと思うことがこんなに違うんやというか、うん、それぐらいしますね、日本から行ったら染みついてるねんな。うん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 、日本だとどこ行っても絶対電気代がもったいないになるやん。確かにこのお金が物差しになる考え方ってすごい怖くて、逆に俺今ホテル暮らしやけどさ、ホテルは別に一泊例えば5000円としたら、その中でお風呂の水を出しっぱなしにしても電気をつけっぱなしにしても俺は5000円しか払わんでいいわけやん、はい、お金を物差しにした場合、こういう状況ではめちゃめちゃ環境に悪いというか、すごく無駄なことをしてしまうよね。プラスで払わんでいいから別にお風呂のお湯とか好きなだけ使ってまえとかさ、流しっぱなしにしてまえとかさ、電気つけ忘れてもいいやとかさ、出かけるけどクーラー消さんでいこうみたいなさ、ことになってしまうやんか。このお金をが物差しになってるっていうのが、うん、一番怖いなって思う。確かに。だってなんかヨーロッパ行ったことある？ヨーロッパないんですよ。私ずっと東南アジアというか中国とインドネシアだったんで、住んでたところが。そうかそうか。うん。なんかな、ヨーロッパにいると、はい、年収とかさ、GDP とかさ、そういう話をしたことないねんな。日本とかさ、同窓会行っても合コン行っても年収の話飛び交うやろ。
でしょうね。でしょうね。東海自分をキラみたいな言い方して、俺だけ英語悪者にしようとしたよね、今ね。いや、私、合コン行ったことないからわかんないです。同窓会とか、まだみゆちゃんぐらいの年齢は分からんけど、うん。特に男やからかもしらんけど、うんうんうん、かもしれない今ですね。32やってんけど、うん。30ちょいとか、30とか超えてきて同窓会とか行くやんか、はい。もうみんなさ、会社の中での役職と年収の話しかしやん。嫌だなぁ、なんか全然おもんない言うたら悪いけど。そうなんだ。いや、でも本当にお金がないと幸せじゃないみたいな意識はあるのかなって。まあ、もちろん、その、なんだろう、生きていくのに最低限のお金っていうのは絶対になきゃいけないけれど、でもお金がイコール幸せじゃないじゃないですか。そう思う。なんか。文化や教育、社会のあり方、国民の優先順位が変わっていますが、どのようにしたら国民の意識を高めると思いますか？意識高い低いっていう言い方は僕はしないんですけれども、いろんなやり方あると思うんですけど、僕はもうシンプルに知ってもらうことだけを目的に活動してます。性善説というか、知ったらやってくれると信じてる。みんなが知らんからこういう状況になってるだけやと思ってる。もちろん知ってもやらん人もいるでしょうし、知ったからこそ行動してくれるような、今聞いてくれてる方々のような方々もいらっしゃる中で、どっちが多いか少ないかは僕にはわかんないですけれども、みんなが知った場合、そのうちのある程度の一定数が、ここで今聞いてくれてる皆さんみたいに行動を起こしてくれるっていう人間ってそういうものだと思ってるので、なんでみんなが知ったら絶対なんとかなると思ってるので、意識高い低いではなくて、知らないっていうことだけに働きかけることを、集中して僕はやってます。知った人がやらないっていうことを変える権利は俺にはないし、でも知らない人に知ってもらうことやったら俺にでもできるから、それをやってますね。いろんな人がいるんで、やらない人のことを言っても仕方ないですし、別にね、その人の自由と権利がありますし、なんで、やらない人がどうとかではなくて、知らないっていうことを解決したいですね。知ったら、でも絶対やってくれると思う。人間ってすごいと思う。日本人は自分が思う正しさより人から見られる時の恥とか人目を気にする。だからお金があることにこだわるのかな。まあだから、そういうこともあると思うんですけど、そこで大事なのは、人から見られる目を気にするからっていうってことは、逆に言うとでも見る側がお金を気にしてるからそうなるんですよね。お金の話よりももっとこう人間的な魅力じゃないけど、僕はこういう人間でとか、僕にはこういう趣味があってとか、なんかな、小学校の時はそうやったんやけどな。日本でも小学生はさ、そんなもちろんお金とかが物差しにならんとさ、個人個人のできることとか、好きなこととかで友達になったりするわけやんか。年を重ねるごとにお金の話しかしやんくなるな。でもなんか、食べ物なくなった時にお金を食べられんことに気づくやろうし、死ぬ寸前にお金は天国に持っていかれんことに気づくやろな。深い。深いな。写真撮るのが、なるほど。海外に行くと何を撮っているのか聞かれます。日本だとどのくらい稼いでるか聞かれます。あと結婚してるかどうか。めっちゃわかる。めっちゃわかる。確かに写真家や言うてんのにね、どんな写真撮ってるんかですかじゃなくて、何本ぐらい儲かるんですかって、すごいよな。好きだからやってんねんっていう話ですよね。幼稚園、小学校の頃に教えてほしかった。でも今知ってよかったんじゃないですか。今が一番若いし、残りの人生で。翻訳ではなく日本語で見れる環境、僕それ知らないですよね、あんまり。英語でしか読まないので。ただ、英語でいいサイトさえ知れば、クライメートチェンジっていうのが気候変動なんで、それぐらいはタイトルでわかると思うので、あとは内容は別に、まあ、Google 翻訳とかしてもいいよ。ある程度意味理解できるようなぐらいのクオリティになってきたので、無理して日本語化されてるようなものよりも、別に英語で発信してるようなサイトを丸々コピペして、Google 翻訳に入れるっていう一個の手間だけで読むことの方を僕はお勧めします。さあさ他にん、も。10個ぐらい見てるってさっきおっしゃってましたけど、私 BBC とガーディアンはとりあえずチェックし始めたんですけど、他におすすめあります？ BBC ガーディアン、あとインディペンデント、あ、そう、インディペンデントか。UN クライメートと CNN クライメートっていう気候変動に特化したメディアがあって、UN クライメートっていう国連の気候変動に特化したやつもあって、で、あとはオーストラリアの ABC とかその辺やな。ありなんがとうか、ございます。国もまたがないとさ、BBC とガーディアンもインディペンデントも全部一応イギリスのメディアやから、あ、ロそうイでターすももとね。もとイギリスだし、ロイターもいるけど、なんか国も変えないと怖い気はするな。なるほど。国で偏るからさ。で、ABC って言ったのはオーストラリアの ABC ね。やっぱこう、国は変えた方がいいなって思う。リーマンショックの後 CO2 排出量が上がったように、コロナ後の来年起きるとしたらどんなことでしょう？そういうことを僕は一切考えないです。僕未来予測大嫌いです。どうなるかよりどうするかと思ってるので、来年どうしてやろうかとずっと考えてます。来年どうしてやろうか。そうですそね。の、どういうことを、どういうふうにしてやろうかというか、
どうなるかを考えることで、よく考えたら変というか、どうなるかを考えたとしても、自然のものじゃなくて人間の活動である以上、それは人がやることやから、その人の中に自分も絶対入ってるわけで、じゃあ自分も絶対にその人たちに影響を及ぼせるわけで、なんで大事なのはどうなるかではなくて、どうするかだと思うので、今書いていただいてるみたいに、リーマンショックの後 CO2 の排出量が上がったので、でも来年同じようになるだろう、リーマンショックの時に起きたからではなくて、リーマンショックの時にそのなってもうたから、今回は同じようにしないために、今回こそはこの減らしたものを活かして減らしたままで入れるために、何ができるか、自分はっていうことを、みんなが考えたらそうなるでしょうし、みんながこのまま行くと、またリーマンショックの時みたいに戻るんだろうなって、他力本願というか、なんかこう、人事っぽくしてたらそうなるんでしょうし、っていう話かなっていうのことを思います。あ、そういうことじゃないのかな。オリンピックや海外旅行。海外旅行はね、まだ当分起きないと思いますよ。まだまだ受け入れない国がたくさんあると思う。だうん。でも飛から、行機が飛んでないっていうのもめちゃめちゃ大きいですよね。せやな。せやな、そう思う。飛行機大きいな。飛行機だけで年間 CO2 排出量6%ぐらいあるもんね。全部の。そうなるんですね。私はコロナからヒサさんを知り、環境問題を知りました。だから何とかしたいと思います。ありがとうございます。EM 設計に変えたり、エコバッグ使うのってビビったことですから、ね。でも主人に話すと一人がしたところで変わんじゃないじゃないと言われて、他人事なんだなと。一人もしなかったら本当に何も変わらないって思いますけどね。うん、そう思う。そう思う。一人がしたところで変わんないじゃないっていうか、なんやろな。一人がするから変えていけると思いますよ。一人がしたところで変わんないっていう言葉は嘘じゃないけど、なんやろな。変えたいんか変えたくないんかどっちか分けちゃいます。変えたいから俺だけでもやるのか、別に変えたいと思わんからやらんのかだけかなと思う。一人がしたところで変わるか変わらないかとかっていう数学的な、なんか命題と論証みたいな話じゃなくて、シンプルに変えたいか変えたくないかだけちゃいます。ご指示のことを悪く言うつもりはないんですけれども、そういうことを口にする方は、単純に変えたいと思ってないだけなのかもしれないですね。変えたかったらまず自分だけでもやるし、なんかでも、もうそこまで行くと、ずっとお話し会でも話させてもらってるんですけど、問題をどうこうしたいかよりも、問題に対して、問題を突きつけられた自分が、どういう人間でありたいか、人としてどうありたいかだけでよくないですか？本当にそう思います。僕はこういう人間でありたいんだっていう、それを言ったらね、ご主人も納得してるかもしれないですよ。エコバッグ使うことで、私が世界中のプラスチックをゼロにするって言ったら、いや、一人でエコバッグ使ってもゼロにならんからっていうツッコミが来るのは、そんな気はするので、そうじゃなくて、いや、私はもう、こういう人間でありたいねって言ったら、多分誰も突っ込まれへんのちゃうかな。そうあるなとは絶対言わないですもんね。うん、わかる。誰もやらんでも、私やる。それは、自分と子供のためやけど、やらんかったら自分が後悔するんやからね。それだけやと思うよ。自分に嫌われるのが一番辛いしな。自分に嫌われるでほもど自辛分嫌いになりたくないんですよね。それが多分本当に根底にある。自い。うん、分のそこうやとな。大好きだから大好きなままでいたいから、わかかっこる。よくありたいからやるみたいな。めっちゃわかる。結局そこなんですよね。自分がどうありたいかだけやと思うんやけどな。ほんまにね、経験ある人はわかると思いますけど、自分に嫌われるほど辛いことないからな。家族に環境問題について伝える本、漫画や本をトイレに置いておく方法を以前、谷口さんがお話していたと思うのですが、おすすめの書籍はありますか？僕、あれ好きやけどな。坪田愛香ちゃんっていう島根県の小学6年生の女の子が書いた地球の秘密っていう絵本は好きですけどね。この間おっしゃってましたね。うん。いつも紹介してる。それは絵本やから手に取りやすいですし、絵も可愛いんで。小学6年生の女の子で環境問題に対して訴えるために、アースちゃんっていう地球をモチーフにしたキャラクターを主人公にした絵本を描いて、クリスマスの日に描き上げて、描き上げた2時間後に原因不明の病で倒れて死亡した子で、で、その子が描いた絵本が国連から賞を受賞して、実は世界で初めて国連から賞を受賞した子供って日本の女の子なんですよね。その子が描いた絵本です。地球の秘密。僕はすごく好きです。今度このお母さんはまだご存命なんで、お母さんと今度お会いします。あ、そうなんですか。うん。島根県で。気に環なる。境を配慮して消費をするメッセージを伝えるにはどうしたらいいと思うでしょう。なんかね、どうやったらいいと思いますって質問たくさんいただくんですけど、僕なりの答えはあるんですけど、人それぞれ向き不向きがあるんで、なんか、どうやったらいいか考える前に、いろいろ試しまくったらいいんじゃないですかねっていうのは正直思うんですけどね。いろいろ試してみて、あ、これ良さげーみたいな。一個もこういうことしてみたらどうやろうっていうのを思いつかないってことはあんまりないと思うので、で、どれがベストだったかっていうのは、やる側のにも依存しますし、やられる側にも依存するので、
なんでこう、やる人とやられる人が変わった以上、ベストな方法って変わるので、いろんなね、方法をいろんな人に聞いて紹介してもらうのは確かに大事だと思いますけど、なんか思いつく限りいろいろ試してみてもいいのかなっていうのはすごく思います。最近。それこそ学生団体さんとかだったら古着市みたいな感じで大学で開いてみるとかそういうのもいいんじゃないですかね。で、なんかそこにちらっとメッセージでボードとか置いといて、実はこんなこと起きてるよみたいなのが目に入るようにしとくとか。で、なんかなる種ほど。まきになる気がしますけど。さすがやな。こういう若い人の意見を取り入れたいですね。今度は自分の身近に感じたから、生活中、環境問題も身近なことないと気づいたら絶対変わると信じてます。他のはずなんですけどね、日本は。でも関知らん連性の自体をそもそも知らない人いますよね。かな？あんまり知らないと思う、多分。環境問題が身近なじゃないんではなくて、台風とか豪雨とか熱波が増えてるっていうことと、自分たちがやってることにどういうつながりがあって、このままやり続けてるとどうなるかっていう、そのつながりの部分が切れちゃってるから、自分と分けちゃう気がするから、そのつながりの部分を、お伝えして回ってます。プラスチック日記をつけている人がいました。なんかそういうのがあるんや。そう、私の友達も1日で買ったもののゴミを全部取っといたってことを1回やったんですって。そしたらもうテーブルいっぱいにコンビニの袋だとかおにぎりのゴミだとかそういうものがブワーって積み重なったらしくって、私たちって多分目に見えなくなるからそれの存在忘れちゃうじゃないですか。自分の目の前からなくなったものって、それがあったものだと認識できない。自分がどれぐらい出してたか分かんないけど、一回そういうふうに自分が一日どのぐらいのゴミをトータルで出してるのかとか、プラスチック使ってるのかとか見てみるとかも面白いかもしれないですね。そうやな。そう思う。確かに。まあ、ドイツやからできんねんけど、ドイツに住んでた時は半年でゴミ出し5、6回しかしたことないけどな。半年ですか？月1ぐらいやな。ゴミで、量り売りのスーパーしか行ってなかったし、日本。で、野菜も裸しか売ってないし、エコバッグで持っていくからさ。ゴミの出ようがないかな、あんまり。いいな。で、日本もそうしましょう、皆さん。もう。みんなが生応理援のしたら水もっね。と増やしたい。日本の個包装、まあ、漁師かやん。面白い。いや、本当ですよね。でも、ほんま今が分かれ道やねんな。こんだけ関心を持って聞いてくれてる方がいらっしゃって、その聞いてくれてる人が周りに伝えてますとか、いろいろ含んでますっていうことが希望やな。本当ですよ。私も毎日、見ました、伝えましたって来るたびに、やった、やったってなってますもん、一人で。もうね、報道とかどうのこうのとか、日本が、を悲観的に見るコメントがよく見えるんですけれども、僕、すごいこう希望を持ってるのは、日本ってね、多分、最後の一歩は一番早いと思うんだよな。最後の一歩ですか？国民性の違いを理解する上で、例えばタイタニックに乗ってるとするやんか。で、タイタニックがもう沈没しそうやねん。だから、普通に海に出られへんから、甲板みたいなところからもう飛び込んでもらわなかった、海に。飛び込むのってもうマンションで言うと5階建てぐらいの高さあるから、水やから死なんねんけど、飛び込むのってちょっと勇気いるやん。こういう時になんて言ったら人が飛び込むかっていう文化の違いを表すことわざがあって、ドイツの人はこういう状況になったら飛び込むのがルールですって言われたら飛び込むね。あの人たちは劇的にルールを守るね。そうなんでだっすて、ね。ドイツの人ほっといてもルール守るから改札切ってないから。でも絶対にみんな切符を買う。あんなんやったら別に買わなくてもバレへんから、全部タダ売りできるやんっていうふうにドイツの人に言ったばっかりで聞いたらさ、いや、別に普通に買うやろ、みたいな感じで返されて。めっちゃ自分が心汚いみたいになりません？ みたいな。すごいやん。で、フランスの人は飛び込むなって言ったら飛び込むねんて。で、言われたことと反対のことをしたがね。で、日本の人はみんな飛び込んでますよって言ったら飛び込むねんて。絶対来ると思いました。ですよ。で、イタリアの人は美人が泳いでたでって言ったら飛び込むねんて。まあ、イタリアの話はともかくさ、でも、まあ、それはそれでガチやねんけど、多分。日本、良くも悪くも、協調性が高いというか、みんながやってるっていう理由だけで、みんな逆に言うとやってくれるからさ、ドイツとかは、フランスもそうやけど、アメリカもそうやけど、個人主義やから、俺は俺、人は人やん、良くも悪くも。それがすごく俺は好きなところでもあるんやけど、逆に言うと、じゃあ100%のうち50%の人が、とか30%の人が、エコを気をつけ出しても、50%から70%の人はやらんわけやん。30%の人はエコに気をつけてる。あ、そうなんや。すごいね。へえ、僕俺やらんけどってなるやんか。だけど、日本は逆に言うと、今はすごくしんどい海の苦しみがあるけど、今みたいにみんながちょっとずつ周りの人に伝えてくれて、この割合が
ある一定のパーセンテージの人がエコーに気をつけ出した瞬間に全員やるから。100%になるのは多分日本が最後一番だと思う。そうですね。そういう意味でむちゃくちゃ希望を持ってる。うわ、時間かかるで、逆にみんながやってないってことがやらん理由になるからさ。でもこうやってちょっとずつ活動してくれてる人が増えて、関心を持ってくれてる人が増えて、その人たちがまた周りの3人に伝えてっていう。日本なんてさ、1億2000万人しかないから、1人が毎日3人に伝えるってことを1ヶ月やったらそれだけで1億2000万人いくからさ、そういう細かい、本当に草の根の活動で、ちょっとずつ今本当に関心向いてくれてる人も、報道するメディアも、活動する政治家も、取り組む企業も増えてきてるから、ほんまにもうちょっと。もうちょっとみんなで頑張って、ある、その臨界点とっていうか、ポイント超えたら、ボーンって行くのは多分俺日本が一番早いと思うねんな。なんかさ、いつもさ、お話し会をやってるって、クイズがあってさ、みんな聞いてる人も、ぜひよかったら一緒にクイズ参加してください。今からクイズをします。ダランあらん、6問あります。これあれかな？ 6 問できるかな？ 5 分。もう一回改めて始めた方がいいかな？かもしれないですね。もう一回やる？もう一じゃあ、本やります？もう一本スタートして、もう一本目でちょっとクイズをやりたいと思うので、今聞いていただいている方は、紙と鉛筆をご用意していただけると嬉しいです。お願いします。はい、ということでご覧いただきありがとうございました。この日実は2本やりまして、今のが前編になってます。後編はまた後日アップしたいと思ってますので、よかったらそちらもご覧いただけると幸いです。今日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。